お前さん、そいつを、その指をどこで手に入れた？落ち谷の獅子猿が食らっていた。そうか。猿の腹の中とはな。そいつを貸しな。お前さんの忍び義手に仕込んでやろう。ではな、また久しくらいなら貸してやろう。それが不思議りか。赤炉、抜けぬとは。奥の院の巫女が言うには、不思議りは、抜いた者に死をもたらす刀。お主のようなものでなければ扱えぬ代物か。不思議りを抜き、その赤き刃を見たとき、私も一度死にました。そうか。赤き刃がな。のう、赤炉。不思議りがあれば、本来死なぬ者をも殺すことができる。まこと恐るべき刀じゃ。そうは思わぬか。何がおっしゃりたい？その刀が、お主の手中にある。何を切るか、よく見定めてから抜くことじゃ。避けよ。おお、赤炉、気が利くな。おお、猿酒ではないか。火を吹くとはこのことよ。お主、この酒の別の名を知っておるか？知りませぬ。知らぬか。こいつはな、修羅酒とも言う。昔、わしは、修羅を、いや、修羅のごときものを斬ったことがある。それは一体？斬り続けた者はやがて修羅となる。何のために斬っていたか、それすら忘れ、ただ斬る喜びのみに心を囚われるのじゃ。お主の目にも修羅の影があるぞ。せいぜいわしに斬られぬよう肝に銘じろ。は。不思議り、死なぬ者を斬る刀がお主の手中にある。
よく見定めてから抜くことじゃ。タケル様が故郷より持ってこられた床桜、その枝を倒り花を持ち去った者がいます。花をなくした床桜はやがて枯れ果てました。床桜の木そのものが失われてしまったのです。ではまた。エマ殿に桜の木のことを聞きました。おう、どうじゃった。その桜は床桜と呼ばれる。タケル様が戦況より持ってこられた桜ですが、今はもう枯れて残っておらぬようです。そうか。ですが何者かが床桜の枝を倒り持ち去ったと言います。ふん、誰がそのようなことを。失われたものはどうにもならぬな。持ち去られた枝にしても今は手がかりがない。先に他の子を集めることにしよう。御意。狼、その背中の刀はもしや。不思議にございます。それが死なぬ者を殺すという刀か。はい、先方寺の越智の巫女より授かりました。越智の巫女。先方寺の者たちは宋を捨て死なずの探求に魅了されておりました。その末に生まれた偽りの流因を持つ者、それが越智の巫女たちです。偽りの流因、そのようなものが。待て、巫女たちと言ったか。はい、多くの越智の巫女が作られ、されど生き残ったのはただ一人にございます。流因はやはり人のありようを歪めてしまうか。不死立ちなさねばな。御意。戦況に至るための功集めも進んできたな。狼よ、引き続き頼むぞ。そういえばそこにある人の形が書いてある扉じゃが、一心様が忍びの抜け道と呼んでらっしゃった。どういったものか司祭は分からぬが、忍びの名がつくものだ。そなたならば使えるのではないか。
子の忍び、お待ちしていました。さあお米をどうぞ。ほう、北条を。礼を言う。はい、お米は大事、しっかり噛んで食べてくださいね。またいらしてくださいね。源の香の花、手に入れました。おお、やはり落ち谷に咲いていたか。はい、落ち谷の奥に。そこが源の水の流れが濃い場所だったということか。よく手に入れてくれた、狼を。ああそうだ、私の方も調べが進んだぞ。新たに必要な香が分かった。それは流飲の巫女の血、つまり私の血だ。九郎様の血ですが、それは流れぬはず。ああ、流飲の巫女とはそうしたものだ。だが源一郎殿の居室で武尊様の故障の手記を見つけてな。何か血を流す術があるようなのじゃ。ひとまずこれをそなたに渡しておこう。さて、我が血を流す術、いかに調べたものか。エマ殿に聞くのはどうでしょう。うん、クスシならば人の体に明るいか。確かにそなたの言う通りかもしれぬな。お主に尋ねたいことがある。はい、何でしょうか。巫女様の血を流す術だ。何故それを求めるのですか。戦況に竜の涙を手に入れ、不死立ちを果たす。そのためには巫女様の血がいるのだ。そうですか。確かに流飲の巫女の血は尋常の方法では流れません。ですがあなたはそれをなす術をお持ちです。不思議りか。はい、こちらを。ケル様が記されたものか。はい、不思議りならば
流飲の巫女の身に傷を負わせ血を流すことも叶うでしょう。分かった。これで伏立ちがまた一つ進む。巫女様にもお伝えしよう。はい。狼、エマ殿に話は聞けたか？はい。どうじゃった？何か分かったか？不思議りならば叶うと。そうか。不思議りならば私の血を流すことが叶うのだな。はい。うん。試しにやってみぬか？不思議りは本来は抜けぬ刀、触りがあるやも知れませぬ。こうおたく、その時でよろしいかと。うん、そこまで言うならそうしよう。戦況に至るための功集めも進んできたな。狼よ、引き続き頼むぞ。好奇を放つ石が祀られた村が芦名の底にあるか。月見楼の傍らのお主が落とされていたあの井戸底の先に、そこの知れぬ深い穴があると聞いたことがある。もしやその先が芦名の底か。だが身を投げるとは一体？わかりません。うん、思い当たる。は、行くか。狼よ、頼んだぞ。は。に置いていかれてしもうた。真っ白いお花は飛んでいっちまった。どこにあるんじゃろう。真っ白いお、どこにある。マシドク。星が去る。星がけ、猿を。